もトレインです。本日もマリオカート実況やっていきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のアテネポリスと、はい、今日はね、ちょっともうねファンキー使ってね遊んでいきます、ちょっとねなんかもう普段ね、こう杖カスタムばっか使ってるから、たまにはね遊びの回も入れていいかなということでね、こちら使って遊んでまいります。まあとは言ったもののちょっと初動競り負けてる感あるから、一旦打開狙っていこうかなと思います。まあ知っての通りだとは思うんですけど、もうねこんなカスタムで勝てるかって言われたらかなり怪しいところはあるから、まあ1位取ったらねぜひとも高評価をしてほしい。よろしくお願いします。よいしょ。さあ、しっけと、コイン10枚に集まったから、まあ、一旦状況としては悪くないと。一旦スター入れますかね。ここで、ちょっとね、スターの1個ぐらいは欲しかったところではあるが、ちょっと待って、ライングっちゃってるけど大丈夫。前が赤コーラも、待って、これちょっと待って、これブレーキ、これブレーキ。あれね、今ね、バラさんが、バラさんじゃないな、赤さんが取られてるのを見たから、テイさんにね、そこはしっかりとケアしていくと。さあ、サンダーが出てるかどうかだけど、怪しいな。とりあえず後ろが赤コーラ持ってるから、あれは防げるからいいとして、一旦入れるっしょ。さあ、こっからだな。こっから、ちょっと上がりきれないな、アイテムが。ちょっとアイテムが上がりきれなさすぎるんだが、やれるやつはしっかりとやっておくと。んで、怒りの、赤コーラが飛んでくるけど、しっかりと防いでおいて、これもしっかりと、待って、ファッキーでかすぎて見えなすぎ案件ね、これ。さあ、なんやかんや言うても4まで上がってきた。ただ、前、ミドさんであんま喧嘩売るのも良くないかなと思うので、まあ、一人、射抜いて、一人だけ射抜き機会が当たってるね。一人だけ抜かして、よーし、3位なんか戻れたね。まあ今日はこんな感じでね、まあ、自分に枷をつけながら戦っていきますのでね、よろしくお願いいたします。第2レース行きましょう。さあ、第2レース目は、クッパキャッスル。まあこのね、カスタム、ミニターボ値がね、まあかなり低いんで、よいしょ。まあなんかね、こう難しい。まあ、難しい走りしなくてもいいのが、まあまあね、救いではあるかもしんねえわ。おーい！それつけられたらねー、痛いんだわ。まあでもね、ジャンプアクションでしっかりと吹っつきしながら、まあ一旦これも打開にはなりそうかな。ちょっと前張れる展開ではないから、まあ致し方ないんですけども、さあバナナ捨てつつ、さあ落ちてるコインはしっかりと拾っていきますと。これどうしようかな。あんまいらないな。強いけど、これがね、もうちょっと前の方で引けるんだったらいいんだけど、まあ一旦スター入れますかね。よいしょ。スター入れつつ、木野さんスター。オーケー、完璧。さあ、こっからだな。こっからやられないように気をつけつつ、行きたいんだけど、ちょっと押されてるから、しっかりとごまかしつつ。さあ、コインは10枚。悪くはないが、前の人がね、赤コーラを投げてくれてる。よしよしよし。危なすぎ。反射で当たりそうになったけど、なんとかごまかしてると。おうおお。なんかすごい事故ってるけど。さあ、誰だ？ブーメラン持ってるのか、誰かわかんないけど。一旦この、キノニバナ、キノニ、ねえ、もうちょっと俺、あの人のケツしか食ってないぞまあでもまだ保持。これはまだ保持だな。うん、全然保持で大丈夫。あー、無理無理無理。無理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 よく耐えてる。よく耐えてるよ、これは。これはよく耐えてますよ。はい、さあ、しっかりと上がっていきつつ、これはもうちょっと、ケツ食いたくないので、しっかりと破壊していきますと。さあ、もう、これ、裏にキノコ引いたらもう、バンバン剤なんだけど、どうかな。引いてくれたら嬉しいんだが、おやり合ってる。あっといい！いや、これはね、最後まで保持ですわ。で、やられなければ、最後の初トカで、勝てると思うし、トゲゾウ飛んできても、なんなら美味しいから、いや、だいぶ、まあ、部としてはいいのではないでしょうか？はい。さあ、ジャンプアクション出して、ミニターボちょっと一回だけだけど、ウルトラミニターボは貯めれると思うから、しっかり溜め込んで、よいしょ。少しでも近づいていきますと。赤コーラしっかりと防いで、ショートカー行きながら、やばい、クラクション吐かれてるけど、おー、大丈夫？よーし、チェーン受け！なんか、思ってたより早く1位取れたな。よーし。ちょっといいかな。今日は高評価押してもらって。ありがとう。耐えろ、なんとか耐えろ、なんとか耐えろ、もう終わり終わり終わり、それ終わり。なんか1位取ったから余裕かなと思ってたら、もう普通に7位取っちゃったわ
まあまあまあね、こういう走り慣れてるコース、ワルハナ時代から走り慣れてるコースだと意外とね戦えるから、ちょっとこういうところで稼いでいきますわ。さあ、まあ初手はね止まりますかね、やっぱり。あ、待って、これスター取れない割り方しちゃったけど、表木の位置だから次の交換で裏にスターが引けたらまあまあ美味しいっちゃ美味しいから、スター出て欲しさはある。お願いしますね。ねえ、もうクソ反射緑すぎだろそれ痛すぎるな。まあただコインはしっかり9枚、あ、まあ9枚だったらなんとかなるか。ちょっとね、緑コーラ食らって距離が離れすぎてるのが気になるところではあるけども、まあなんとかね戦えるかな。ギリギリ怖すぎる。ちょもう何、もう何あいつはもうさあどうしようかな。引かれちゃってコインが足りないから少しコインを回収したさあるんだけど、さあしっかり取っておいて。いやでもこれ離れすぎだしな、最下位がなサンダー持ってないんだよな、これ持ってない。もうだからさ、もう多すぎだろ。もう何回食らえばいいの俺今日そういう反射を。とりあえずやれた分はね、しっかりと回収で、これ最下位な持ってないと思うんだよな、パッと見持ってないと思うんだけど、もうここいらでバナナねスター入れながらショート化しないと間に合わないから、しっかりとショート化しておきます。やばい、引きたかったのに引けなかった。やばい、怖すぎるけどこれも行くしかない。で引かれないようにうまいこと走る。オッケーで、これも緑コーラ吸わないように走って、なんとか戻ってるぞ。なんとか戻ってる。さあ、あとはキノコ引くだけ。それはやばい。それはやばすぎるから、しっかりと早めにボム兵を消しておいて。いや、これダブル取れなかったら加湿時なくなっちゃうから、しっかりとアウトで取りに行きますか。いやー、キノコ引けないなら仕方ないな、これは。一旦ね、一旦2でいいわ、じゃあ。一旦2でいいんじゃないの？オッケーオッケー！よーし、2! いやー、キノコ引けてたら勝った。よな。まあでもそこ自治体はね、まあ運のところもあるからね、しっかりとね、上位取れてるのは美味しいわ。さあ4レース目はリンリンメトロ。まあここも打開コースで行きますか。よいしょ。まあ、ちなみにね、ファンキーコング自体はね打開コース結構強いんですよね。っていうのもやっぱこう直線でね、打開するときって走ることが多いですから、そういう面で言えばね、やっぱりこう直線のスピードが速いね、カスタムほど、やっぱ打開はね、戻りやすいっていう性質がありますので、まあ割とね、やりやすい方ではないかなと思っております。そんなピンポイントで取らなくてもいいんじゃない？危ない。危なすぎー。もうトラウマなんだわ、最近。あのなんか変な緑コーラ当たりすぎてて。さあ、どうしようかな。次も9位割りできるんだったら、ぜひとも割りたいところではあるんだけども、まあ1位がねめっちゃ離れてるから、そこまで9位割にこだわらなくてもスターが出てくれるので悪くないでしょうと。さあ、なんか赤コーラ、おやってんな、てめえやってんな、おいこの野郎ついでに引いといてやるよーし。さあ1位が離れてるから、まあこれはねいつスター回しても、まあ、多分出てくれますでしょうと。オッケー。さあでもスターな、次で入れたくないな。ここで降る可能性もあるけど、あそこで入れたとってね、そんなにね強くないからね。やっぱここなんだよね。やっぱここで入れるのが強いんすかね。無敵引いて欲しかったけど、出ないならしゃあないとこではある。あ、待って、引かれるわ。あぶねえ。一旦交換しておいて。さあ、ちょっとそれはしんどいな。ちょっとそれはしんどいけど、いや、これはね、アウト回ろう。これは絶対に9割しないと、負ける盤面だから、あのここはね鉄でこだわりたかったんだけどねえいやまだね諦めない。6位ぐらいだったら狙えるわね。ちょっとツモが弱い、ツモが弱すぎる。あのなんか本当にキノさんスターとかでいいんだけど、お願いだから頼む。な、前荒れてる。いやキノイチって何それ、本当に危なすぎ。なんかめっちゃ前荒れてる。え、これにこれにはちょっと知らないな俺の知ってるマリカーじゃないけど、美味しい2位ではあるなさあ、5レース目はシンガポールスプラッシュ。まあ、ここは直線でいいかな。いや、これ、道幅広いから、頑張ったらミニターボ溜めながらいけるか。うん、いけそうだな。おしおしおし。ミニターボちょっとでも溜めながら、
しっかりと前戦っていきたさあるんだけども、さすがにヨッシーが早い、さすがにヨッシーが早いんでは。待って、赤コーラは俺じゃない、俺じゃないなら何でも OK。 さあここはちょっと直線で走りながらごまかしつつ、よいしょ、ミニタオ食べれるかな一回、よしよしよし。さあうまいこと貯めときつつも、さあ後ろがちょっとでかいんだよな、ファンキーが、ファンキーがでかすぎて見えないんだけど、さあでも後ろがね結構離れてくれてはいるが、ちょっと待って、これやばい、これ後ろの人がさバラさん散らしてるからさ、これめっちゃ当たりそうで怖いんだけど、大丈夫そう、これ一旦大丈夫そうだな。爆弾警戒、爆弾警戒、爆弾警戒よ。もうこんな当たったら終わりだからね当たったらまず上がれなくなっちゃうからね、絶対爆弾警戒よ。さあここはもう一旦柔らかめに行こう、でボム兵ケアで一回赤コラを投げておきます。さあトゲゾ飛んできた、だいぶ美味しいよこれ。さあこれでトゲゾを食らってもらいつつ、俺が前出れたらいいんだけど、出れるかなこれ、ダッシュボムあるもんね、これ出れるか、あ、オッケーオッケー、出れる、出れるなら美味しいわ。よしよしよし、あとこのまま耐えるだけ、このまま耐えて1位取れるなら、あと何も言わない、よしよしよし、もうな変なことしない、変な走りはしない、変な走りはせずにそのまま走る。オッケーオッケー、ここはもう2回ぐらいで甘えておこう、2回ぐらいで甘えておいて SMT はしっかり出しておこう。で上乗るか、うん、普段だったらね下乗った方が早いんだけども、ここはちょっと甘えて甘えて下に行っとこう、よしよし。さあうまいこと、危ないよ、落ち着いて、俺一旦キノコ使うか、さすがにね、さすがにキノコ使っておこう、よしよしよし。さあ後ろの人も散らしてきてはいるが、これはね赤コーラ飛んできたら赤消し狙いたいんだけど、待って、トゲゾ飛んできてるが、いやさすがに大丈夫か、後ろキノコだから、これは追いつかれないんじゃないのかな、よーし JOK いやまさか、まさかとは思ったけど、また1取れちゃった、よーいやもうこれでね俺気持ちよくなったから、今日はここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。